はスカンジナビアの、スピーカードライバーメーカーの製作というふうに聞きました。あとですね、いつもの、それ専用スパイクとスパイク受けで、鳴らしているマジコの、スピーカーというか A3 なんですけれども、今日はですね、特別に、アップグレードオプションとして、これは何て読むんだろう、APOD、APOD8 という、APOD が8個という意味だと思いますが、そういうアップグレードスパイクというのを今日つけて、聞いていただこうと思っております。ちなみにですね、この APOD8 という、別売のアップグレードスパイクは、8本1組で、23万円というふうになっております。スピーカーケーブルも買えそうですね。あとはですね、アキュフェーズのシステムで、先ほど小柳さんが説明したようにアキュフェーズのシステムで、聞いていただくんですが、SACD プレイヤーのアキュフェーズの DB750 というのはちょっと注目でして、最新の、CD ドライブメカニズムと、これをダックチップも一新されまして非常に720もすごく完成度高かったんですけど、飛躍的な音質の向上を、1対1で聴き比べたときにそういうふうに思いました。というとなんか720が大したことないように思われると思います。720が出たときはこれをこれで本当に素晴らしいというふうにびっくりしたんで、まあ素晴らしさが上積みされたというふうに、解釈いただけると嬉しいと思います。では1曲目、この最新のシステムでステレオレコードが世の中に登場したのは1958年なんですけども、1956年のデッカ録音ですから58年に発売されるということで2年前に録音されてるんですけども、まあ昔からデッカ録音とか RCA のリビングステレオとかマーキュリーの、なんだっけ、リビングプレゼンスとか、まあ、素晴らしい録音がいっぱいあるよと言われてて、オーディオファイルアルバムというのもその中にたくさんあるんですけども、このハンス・クナッパーツ・ブッシュが指揮をしたワーグナーもそういった意味では、1956年というと何年前ですか、62年前ね、62年前まだ生まれていらっしゃらない方もたくさんいると思うんですけども、そんな大昔のステレオレコーディングとはちょっと思えないようなすごいハイファイ録音です。たった3本のマイクで、デッカトゥリー録音がすでにスタートしているとするとたった3本のマイクで撮ってるはずなんですけど、その中からですね、神々の黄昏から夜明けとジークフリートのラインへの旅という結構荘厳な曲を聴いてください。
はい、素晴らしい。ちょっとつい聞き入っちゃいまして、52年前の録音とは思えないという感じですが、この密閉型の一見旧シリーズに見える A の3なんですけれども、キャビネットとかで大幅なコストダウンを図ってるのかなというふうにちょっと思ったんですが、資料を見ると旧シリーズと同じ、航空機グレードのアルミニウムを使って内部のブレーシングも徹底して行われているみたいなんで、どこでコストダウンして測ってるんですかね。量、たくさん作る、たくさん作るという大前提。ああ、なるほどね。たくさん買ってください皆さん。そうしないとこれ値上げされちゃうかもしれないので、それだけは下げたい。ちょっと怖い。そうですね。はい。続いてはですね、最新のデジタル録音を2枚、ジャズとクラシックと、まずジャズの方を聞いていただこうかなと思うんですけども、これはクラシックというよりは教会のクリスマスソングの集なんですけども、まずジャズの方はアメリカのコンテンポラリージャズの、最前線、ブルーノートの、看板アーティストロバート・グラスパーという、まあ、遡っていくとハビー・ハンコックあたりに行き着くんですけど、そういう非常にモダンなセンスを持ったキーボーディストが新たに組んだユニットで、アルバムタイトルは R+R=Now と、それだけ聞くとなんかチャラいタイトルだなと思うんですけど、これ Reflect plus Respond equal Now という、そういうことらしいですね。ブルーノートのきら星のごときスタープレイヤーが集まってるんですけども、ほぼ作曲されてないというか、まあだから基本的にリズムは1種類か2種類で、コードは1個か2個ぐらいのものすごくシンプルな曲を集団で即興演奏してるっていう感じなんですけども、という割には非常に気持ちのいい音楽に仕上がってます。で、2曲目を聴いていただこうかなと思います。Thank you.
ロバート・グラスパーの、新しいジャズユニットを聴いていただきました。次はですね、先ほどマディ・ウォーターズとかあるいはデッカ・ロックオンの、クナノ・ワーグナーとか、聴いていただいた時に、いわゆるステレオイメージが綺麗にいってるアルバムとしてハリー・ピアソンが絶賛、70年代まだ CD が出る前に、非常に評価したレコードがいっぱいあって、例えばハリー・ベラフォンテのカーネギーホールなんかも代表的なアルバムなんですけども、そのハリー・ピアソンはもう第一線を退いて評論家活動もやめちゃって、今生きてるのか、まあ生きてると思うんですけども、どうなってるのか最近よくわかんないんですが、まだ元気だった12、3年前に、僕がネットサーフィンしてたら彼が、これはものすごいスピーカーが消える、うまくやると天井も壁も全部消えて自分がイギリスの大聖堂の中で荘厳なクリスマスソングを聴いてる気分になれるぜって宣伝したんで、買いました。なぜかこれイギリスの教会が作ってるドマイナーレベルなんですけども、アマゾンに1枚だけ日本のアマゾンにありまして、2000円ぐらいで買ったんですけども、その後このアルバムが世界中のオーディオファイルの血眼で探すアルバムになったようで、現在たまにアマゾンのマーケットプレスに1年に1回ぐらい出るか出ないかって出てくるんですけど、まあ10万以上してるんですね。そういうお宝ディスコを皆さんと一緒に聞きましょう。天井が消えたりスピーカーが消えるかもしれません。はい。This is the